菅神社は、島根県雲南市大東町須賀にある神社である。旧社格は、県社。須佐のの命が、山田大社大寺の後に建てた宮殿が、神社になったものと伝え、日本初の宮と自称している。出雲国神仏霊場第十六番。演劇式に記載されていない。須佐のの命と妻の稲田姫命、両神の子の清志湯山主三名協老。 彦八島の命を主催神とし、諏訪大社の分霊の部魚名型命を廃止する。境内遺書書書には以下のように記されている。古事記によれば、菅の尾の命は、山田尾路ろを退治した後、妻の稲田姫命と共に住む土地を探し、当地に来て、気分が清々しくなったとして、スカと命名し、そこに宮殿を建てて沈まった。これが、日本初の宮殿ということで、 日本初の宮と呼ばれ、この時に、スサノオの命が読んだ歌が、日本初の和歌ということで、和歌発祥の地と称している。天平五年、出雲国風土記大原群上に記載されている、菅者に否定される。風土記の時点では、人技館の管轄ではなく、延長五年の演技式新名調には記載されていない。本来の祭人は、 大原軍会長教の伝承に登場する主、ギネジメ命であったものが、危機神話の影響により、スサノオの命に結びつけられたとも考えられる。背後にある八雲山には、メオトイワと呼ばれる巨石と称子があり、当社の奥の宮となっている。この巨石は岩倉であり、元はスカノチの総宇治神として信仰されていたものである。天文年間、 当地に自党として、品の国諏訪から中沢豊前守が赴任し、信仰していた諏訪大社の部魚名型命を勘定して、菅神社に合祀した。以降長らくの間、諏訪大名神と称され、一体の地名も諏訪村とされていたが、明治22年に、地名、社名ともに諏訪れになった。明治25年に県舎に列した、霊祭の前夜祭りの後に、 神楽殿において、宮司、神職、霊人たちによって取り行われる。周囲の灯火が消され、そのうちのわずかな明かりの中で祭神が信仰する。神仙としてかつては、鹿の頭が備えられていたが、現在では、ナスの実を輪切りにしたものを鹿の頭に見立てて、備えられる。国家安泰、五国宝城を祈る神事である。諏訪大社の分霊が合祀されたことによって始められたと、 考えられる。江戸時代には、歯科職面も出されていたという。読みは、菅根とする。文青年間の大原軍村絵図に、諏訪村、諏訪大明人ともに描かれている。ありがとうございます。